ちは、ミナのちょこっとスピライフ、チョコスピの時間です。スピリチュアル癒しサロンヴィーナスドロップのミナがお送りいたします。この番組は暮らしの中にスピリチュアルな考え方を取り入れて毎日を楽しく過ごしていこうという番組です。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmkinoan.com です。本日は収録放送のためツイキャスの配信はございません。スマホの場合はリッスンラジオからアプリをダウンロードして聞くことができます。ではこの後12時までよろしくお願いします。ではここで一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。那覇市敷名にあるシルバーピア敷名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111、 クレド株式会社まで。プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。 軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、今日はですね、なんと、那覇の新都心のサロンから、お送りしています。はい、今日もミナのチョコスピ始まりました。はい、なんかね、今日はあの収録放送で自宅サロンからお送りしているんですけど、なんかとても変な感じですね。ここから一人であのスマホに向かって喋っているという、なんか変な感じなんですけども、見ていただいてありがとうございます皆さん。なんか変な感じで緊張しています。なんかコメントとかいただけたらありがたいです。ということでですね、はい、今日も始めていくんですけども、今日はですね、まず最初に、前に、あの前の放送の時に、あの高輪寺さんのご紹介させていただいたんですよね。あの私が、私に、ついてくださっているという千手観音様がご本尊の、愛媛にある高輪寺様のお話をしたところですね、ご住職からあのお手紙をいただきまして、ラジオをあの聞きましたということで、あのお手紙をいただきました。こういう感じで本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、中井さん見てくださってます、ありがとうございます。お世話になってます、ありがとうございます。はい、で、あの、はい、それでこのお手紙と、あの大きな8月9日の縁日のポスターを送っていただいたので、今ね、後ろの方に見えているこちらです。はい、ちょっとご紹介しますね。ちょっとスマホ持ち上げてすいません。ね、
Facebook ライブご覧の方にしかちょっとご覧いただけないんですけども、そっとこれで反転できるかな、よいしょ、はい、こんな感じで大きなポスターを送っていただきました。8月9日ですね、四万六千日九読日ということで、はい、毎年8月9日に行われている、千手観音様のご開帳の法要ですね、はい、ということでね、なんかすごいですよね、日渡りのところの写真とか出ているの皆さんご覧いただけますでしょうか。はい、こんな感じで高菜寺さんのポスターいただきました、ありがとうございます。よいしょ、ちょっとまた元に戻します。よいしょ、はい、ということで、はいはい、で前回のその時にいろいろねご紹介させていたんですけども、それに関して補足のお手紙いただいたので補足してご説明したいと思います。はい、四万六千日九読日法要っていうものですね、8月9日の。でその起源は東京浅草寺の観音様の縁日として行った行事が始まりと言われているそうなんですね。で元々は千日参りと言われていて、その日参拝すると千日参拝したのと同じ功徳が、ご利益ですねが得られるとされていたそうなんです。でその後、千日参りが四万六千日参りと言われるようになり、四万六千日、四万六千日ですね、参拝したのと同じ功徳が得られると呼ばれるようになったそうなんですね。はい、でこの前ねラジオの放送の時もミキサーのね、石坂さんとお話ししていて、4万6千っていう数字って何か意味があるんでしょうかねっていうふうにお話ししていたんですが、それに関しても補足の説明をいただきました。はい、ちょっとここの部分ご紹介しますね。4万6千という数字に関してはお米の一升が米粒4万6千粒なので、一升つまりは一生人生の一生ですねと掛け合わせたという説、または4万6千日は約126年であり人の寿命の限界頃ということで一生分の功徳が得られるからという2つの説があるそうですが、定かなことは分かっていないそうなんですね。面白いですよね、なんか全然そういう意味があったんだと思って、お米の一升って米粒4万6千粒なんですね。全然知らなかったですけどね。なのでそのお米の一升と生涯の、ね、生きている人生の一升と掛け合わせて、まあ、4万6千日分のご利益に当たるということですね。あとは4万6千日が126年であって人の寿命の限界頃ではないかという意味もねあるそうですね。確かにそうかもしれないですよね。ね、面白いですね、こういう言われがねあるということで、はい。であとは千手観音様の千本の手の意味ですね。その千という意味についても補足で説明いただきました。それも、ちょっとご紹介しますね。千手観音様の千本の手は、どのような、習性も漏らさずに救済しようとする観音様の慈悲と力の広大さを千本の手として表現したものですということで、ご神仏様のお力やお導きを表現する場合、無限という数字を具体的な数字で表すことがあります。千手観音様の千本の手も無限の力という捉え方もありますということで、千というふうに表現されてますけど、本当にねすごく
観音様のね、あの慈悲の深さの広さとかね、広大さを千という数字で表されているんですよね。ね、すごい勉強になりますね。はい、ありがとうございました。この8月9日にあの、ね、何しろ年に2回しか千手観音様のご開帳ないので、ぜひとも8月9日の日に私もお礼参りに参拝したいなと思ってまして、でまだ詳細はね決めてないんですけども、あの高輪寺さんのツアーを組みたいと思っています。前日に、8月8日の日に前日に松山で、集合して、で翌日の午前中から、高輪寺さんの方に行くという、そういうスケジュールにしようと思っています。でまたその時にね、ご住職とかですね、あの山伏の方とかにねお話いろいろと伺えたらなと思っています。またね、詳細は決まりましたらブログとかラジオの方でもご紹介したいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。はい、あと今日はですね、早速なんですけども、イベントのご紹介をしたいと思います。以前ねラジオにも出演していただいた妊活応援薬剤師の備瀬典子さん、あのマンダラアートをねされてるんですけども、そのマンダラ原画展が開催されるということで、6月3日から、6月3日の月曜日から6月29日の土曜日までですね、備瀬典子マンダラ原画展夢の花というタイトルで、パレットくもじ9階料理と酒の店マリーさんで、開催されるそうです。料理と酒の店マリさんの営業時間は11時から23時までですね。祝日が21時まで、で日曜が定休ということです。はい。で6月24日の月曜日には、入門マンダラ講座としまして、初心者向きの、講座もあるそうです。受講料8000円だそうです。ね、マンダラ講座ね、すごいいいですよね。あのサロンにもね実はあの備瀬さんにが書いたマンダラがあるので、ちょっとご紹介したいと思います。これもまた Facebook ご覧の方限定になってしまうんですけど、ちょっと今スマホ持って移動しています。よいしょ。はい、こんな感じですね。マンダラアートね、綺麗ですよね、すごく。はい、このマンダラアートの原画展が行われるそうです。ぜひ皆さん足運んでください。私も行こうと思ってます。はい、よいしょ、ちょっと移動しますね、また。はい、今ねスマホを持ってちょっと移動して定位置に、はい、来ました。はい、そういうことでですね。で今日はですね、なんかいろいろお伝えしたいことがちょこちょこいろいろとありまして、はい、そうですね、先週あのカードの1枚引きっていうのをやったんですけども、で、はい、カードの1枚引きやったんですけど、いつもねラジオ聞いてくださってる、広島のけいちゃんからあのリクエストいただきまして、カードをねなんか引いてくださいということでリクエストいただいたので引いてみたいと思います。いつも聞いていただきありがとうございます。けいちゃんとあと娘さんですねの、質問で、自分の道を切り開いていく上で必要なことを教えてくださいっていうことです。はい、なのでけいちゃんと娘さんと1枚ずつカード引いてみたいと思います。ではですね、はい、あメッセージ
メッセージ来てますね。ありがとうございます。あ、ナッツさんありがとうございます。Facebook ライブの方でねメッセージいただいたのでちょっとご紹介します。皆さん可愛い帽子似合ってますねということでありがとうございます。今日は、帽子をかぶってみました。はい、あのなんかね自宅でやるっていうことでなんか変化をつけなきゃなみたいななんか変な感じ で意外とあの沖縄ってなんか風が強いので外で帽子って意外とかぶらなかったりするんですよね。なんか飛んじゃいそうで暑い日に。なので今日はですね帽子をかぶってはいなんか変化をつけてみました。なんかあのお家で収録してるのでなんとなくこう気分を変えてメリハリをつけなければみたいななんかそんな感じですいません変なテンションで今日はお送りしています。はいということであのはい、広島のけいちゃんにメッセージを1枚引こうと思います。はい、このマーメイドドルフィンカードでメッセージ引きます。はい、今ねシャッフルしてます。この中から1枚引きますね。はい、お、はい、エンパワーメントっていうカードが出ました。なんかなるほどっていう感じです。こういうカードですね。はい、あのあなたは、自分が思っているよりもパワフルなので、はい、あのもっと自分の力を発揮しても大丈夫ですよっていうそういう意味のカードですね。うん、かね、あの彼女もすごいそういうスピリチュアルな部分とか持っている方だって私思うので、はい、あのすごくなんかこのカード出て納得しました。うん、なんかもっとこういろんなこいろんな今ね離れていて何年も会っていないのでけいちゃんの毎日の生活がどんな感じかっていうのはちょっとわからないんですけど、だけどなんとなくこういろんなことをもっとチャレンジしたりとかもっとパワフルに活動できるんじゃないかなみたいなそういう風な感じしましたね、このカード見て。はい、あの解説読んでみますね。エンパワーメントっていう意味のカード、あのエンパワーメントっていうカードですね。あなたは自分が思っているよりももっとパワーがあります。パワーを出しても大丈夫ですということですね。このカードはあなたが持っている内に秘めたパワーが外へ出たがっていることを示しています。あなたは自分のパワーをしっかりと見極めて使うことができます。誤って使ってしまうことはありません。あなたの親友や最愛の人たちはあなたがパワーを取り戻すことを心から喜ぶはずです。エンパワーメントとは自分のことを被害者のように思い込まなくても良いと示唆しています。他人や過去の状況や現在の環境に配慮しすぎて背負い込んでいる責任があったら手放しましょう。力強くても同時に思いやりを持てることを知るのです。被害者意識を持つよりもその方が効果的です。私はパワーを発揮しても大丈夫。神から与えられたパワーを光と愛のために使いますというアファメーションを行い、あなた自身の変化を楽しみましょう。人がどう思うかは気にしないで、この世界をより良くするにはどうしたらよいかと考え、そのことに自分のパワーを発揮してください。もうこれからは無駄なことで悩むこともなくなるでしょう。というこういうメッセージでした。けいちゃん、なんか参考になれば嬉しいです。なんか参考にしてください。はい。とではですね、けいちゃんの娘さんに次は1枚引こうと思います。はい。またシャッフルしますね。はい、今シャッフル終わりました。1枚引きます。
はい、なるほど。はい、ステイオプティミスティックっていうこのカードが出ました。はい、楽観的でいてくださいっていう、そういうカードですね。あなたの夢は現実になります。ミラクルが起きるのを諦めないで、楽観的に待っていてくださいねっていう、そういうカードですね。素敵なカード出ました ね、 ね、よかったです。はい、メッセージ読んでみますね。 Stay optimistic、楽観的に。あなたの夢は現実になろうとしています。奇跡が起こるまで諦めないでください。時が満ちました。あなたの願いが叶う実りの時は目前です。しかしもう少し辛抱が必要です。あとは導かれるままに行動してください。そしてほんの少しだけ待ってください。最後の最後でちょっとの努力を惜しまないでください。本当にもう少しです。このカードは奇跡と天の魔法が起こると信頼してほしいと告げているのです。夢が叶った場面を自分自身の想像力を用いて思い浮かべてみましょう。すると感謝の気持ちと喜びで心が満たされていくはずです。このような前向きな感情が夢を現実にいち早く叶えてくれるのに役立ちます。まもなく現実の世界でも同じように感謝と喜びであふれるでしょうっていうことでしたね。なんか嬉しいですね。はい、なんかね、楽観的に夢が現実になろうとしているので奇跡が起こるまで諦めないでくださいねっていうね、そういうメッセージですね。ぜひね、こうなったらいいなっていうのを毎日いろいろなんか想像して、イメージしてね、過ごしてもらえたら、なんかね、自分の道もね、なんか簡単にね切り開いていけるんじゃないかなって思います、ね。ありがとうございました。カードのリクエスト、広島のけいちゃんありがとうございます。はい、ではですね、ここでねちょっと一旦 CM に行きたいと思います。CM の後はですね、また、アシュタールの本の紹介とか、あと曲の紹介とかしていこうと思います。はい、ではここで一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111、 クレド株式会社まで。プレミアムオーダー、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。 軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
引き続きミナのちょこっとスピライフをお送りしていきます。今日は収録放送で、那覇のですね、自宅のサロンからお送りしていき、お送りしています。なんかね、こういう形で収録するの初めてなので、なんか変な緊張感があってなんかとっても変な感じです。はい、今日はですね、私の大好きなアスタールさんの本の紹介などしようかなと思って、今本をたくさんここに持ってきました。はい、アスタールっていうのは私のラジオの、ね、中でたくさん何度も出てくる言葉なんですけど、金星のマスターでもあり宇宙連合司令官でもあるんですよね。はい、アスタールさん、金星の言葉で愛っていう意味が、ね、あるそうです。アスタールっていう言葉ね。はい、はい、今日はこの何冊も持ってきてるんですけど、まずこの本ですね、こうしてアセンションしようっていう、2011年かなに出版された本で、アスタールのチャネラーのテリー・サイモンさんがアスタールのメッセージなどをねチャネリングして書かれている本なんですよね。はい、でこれは今ねだいぶスピリチュアルとか好きな方の間ではいろいろとなんかもうね言葉ね知ってる人もたくさんいると思うんですけど、スターシードっていう言葉がだんだん多くの人に知られてきてるんですけども、スターシードっていうのはアスタールと宇宙にいる時からの地球のアセンションとかですね、周囲の人たちの目覚めをサポートするために宇宙にいる時からアスタールと契約して、で自ら志願して地球に生まれてきたと言われている、そういう魂の人たちのことを表すんですね。で私も2012年にこのテリーさんのアスタールのセッションを受けた時に自分がスターシードっていうことが分かって、それから本当に人生変わってきましたよね。でその時そうですね、まあその話はまあちょっと後でにしましょうね。はい、それでこのスターシードに向けて書かれてる本、この1冊目はそういう本ですね。ちょっと読んでみましょう。スターシードの皆さん、いよいよ目覚めの時がやってきました。アスタールに賛同し誓いを立て地球に転生してきた魂たち、彼らはスターシードと呼ばれている。その数は世界に100万人、うち24万4千人が日本人。地球のアセンションが近づいた時、彼らのエネルギーの種は弾け光り輝きながら周囲の人たちの目覚めをサポートするミッションがある。今まさに地球に誕生してきたその意味を思い出し行動するとき、生まれ変わるときが来たということで、はい。で、スターシードは何かとか、そういうことがね、あといろんなこれから地球がどんな風に変わっていくかですとか、そういうことがね書かれています。はい、ですね。先ほど紹介したマンダラアートのね、ビセノリコさんもねスターシードの仲間なんですよね。でまずはまあいろいろね、魂が地球、もともと地球でずっと転生繰り返しているだけではなくて、宇宙から来た魂の人たちってたくさんいると思うんですけど、特にここで言うそういう方たち全体をスターシードって呼ぶかもしれないんですけど、まあ、この本で言われているのはアスタールと契約を結んで生まれてきた人たちのことみたいですね。はい、あとははい、スターシードとかであるとかそうじゃないとかもそういうこと全く関係なく、これから地球をこうねいい方向に変えていこうっていう、そういう人たちに向けてのメッセージになっています。全部そうですね。はい、これとかあとはですね、
この本は比較的新しい本ですね。アシュタールコマンド、魂が震える人生のブループリントっていうことで、私たちの人生、人生のね、目的と言われているブループリントについて書かれています。で、全ての人に生まれてきた目的とか使命があるっていうふうにね言われているんですよね。その使命に大きいとか小さいとか立派だとか小さいことだとかそういうのは関係ないっていうふうに言われていて、で今日なんとなくこの本ご紹介しようかなと思ってパラパラパラってめくっていたら、なんかピンとくるところがあったのでご紹介したいと思います。全ての人は生まれる前に自分自身で使命を決めてこの地球にこの時代に生まれてきています。私には価値がないんだ、私には何の取り柄もない、自分は平凡な人間だなどと思っている人たちに強くお伝えしたいのですが、そんな人間はこの世に一人もいません。周囲や社会にそう思い込まされている人たちもいますが、誰もが光の存在であり、それがスターシードであろうがそうでなかろうが、一人一人の大きな役目、使命があって生まれてきています。それも自分が生まれる前に決めてきているのです。ですからそのミッションを思い出すことが一番大切な作業となります。ということで。ねえ、面白いですよね。でそれはですね、しっかりとハートに刻まれていますので、ご自分の記憶の箱からそれを取り出せばいいのです。私は皆さんのハートの奥深くにしまい込まれたカプセルを割っていきます。その中にある情報こそが皆さんが最大限に自分を生きていくためのツールとなるのです、ということです。はい、私もなんかヒーリングをねずっとやってきて、それまではそれまではですね、いろんなっていうか全然違うことをね私人生でやってきたんですよ。まず最初は、20代ぐらいまでは実はフランス語をね結構本格的にやっていて、大学の先生に、ね、なろうと思っていたんですよね。それでもう大学時代に1年間留学もしましたし、卒業してから大学院にもね修士課程まで行って、で、あとはその後、その時にね知り合った人と結婚して、で、あまり就職らしい就職はねしなかったんですけども、大学院在学中に専門学校のフランス語の先生とかもしましたし、あと東京に住んでる時に、2ヶ月間ぐらいかな、フランス大使館とかでもね働いたりとかして、アルバイトですけどね、2ヶ月間そういう経験とかもさせていただきました。で、そういうことがあって、結構ある程度なんかフランス語もやったかなって思っていたら、次に今度はなんていうのかな、結婚したりですとか子供を、ね、出産したりとか、あと周りにそんなにフランス語使ってやる仕事が周りの環境でなかったりとかいうのもあったんですけど、次はずっと小さい頃から趣味でやっていたお菓子作りとかを、今度はじゃあ空いてる時間に教えようかなみたいな感じになってきて、でお菓子作りで、ずっとやりたかったシュガークラフトっていうのを、勉強したい学校が東京にあったので、でそこに通ってそれも習って、で今度お家で教えたりとか、あと自分で作った小さい作品を販売したりとかですね、そういうことをしていて、それで次沖縄に、前の夫の仕事の都合で引っ越してきてから、でお家で教室しだしまして、で沖縄でそれをやってる人が少ないっていうこともあったんですけども、教室に割とねそんなにねたくさんの人数ではなかったんですけども、通ってくださる方があって、結構7年ぐらいかな、本格的に数えたら7年ぐらいやってただと思いますね。で、その途中で
その途中からもうでもスピリチュアルなこととか目に見えないことっていうのはもうずっとなんか好きでずっとやってきたんですけど、で沖縄に来てからいろんなね、先生の出会いとかがあって本格的にそちらの方も勉強していたんですよね。でまあある時そうですね、で2012年かちょうど7年前になるのかな、もう7年前の5月ぐらいにこのテリーさんのアシュタールのセッションを受けて、で自分がスターシードですっていうことを言われて、でその時は本当にもうスターシードっていう言葉も聞いたばっかりでね、よく分からなくて、それこそねさっきのねご紹介したマンダラアートのビセさんがもうこういうセッションとかいろんなの詳しくって、それでもうすごい勧められたので受けたみたいなね、そういう感じだったんですよね。でその時ね本当にもう前の夫とあんまりうまくいっていなくて、もう別居しようかどうかとか、でも本当にねもう私もすごい常識とかいろんな固定概念とかで固まった人だったので、もう別居とか離婚とか絶対やったらいけないって思ってたんですよね。ですごいもう悩んで、それでアシュタールにアドバイスもらおうと思って受けに行きました。でそしたらなんかで その時はもう本当にまだまだシュガークラフト、ずっと一生シュガークラフトやっていくものだって思っていて、で店舗とかまで構えようと思っていたので、店舗はどこにしたらいいですかとかそういう質問までしてたんですよね。だけど明日あるから帰ってきた答えはあなたはヒーラーですっていうこと言われて、それでなんかピンとヒーラーですって言われて、あとはまあねそのスターシードですっていうことも言われたんですけど、なんていうのかな、私はシュガークラフトとかお菓子で人を癒していくものだと思っていたんですよね。だけど本当に不思議なもので、これ話し出したらすごい長くなっちゃうんですけど、いろんなことがあってもうやりたいこと のモチベーションがねなんか全然変わってきたっていう、なんかそういう風になりましたね。でその時にね、はい、コメントありがとうございます。ナツさんコメントありがとうございます。皆さんはケーキ作り料理上手だからまたやったらいいのになって思っていますということでありがとうございます。はい、もう確かにね本当ケーキ作ったり料理したりもね好きで、あれなんですけどね、そうみんなからねシュガークラフトも本当に教室作品展を3年ぐらい続けてねやってたぐらいだったので、もう急にやめなくていいのにって言われて、でいろんな人に言われたんですよね、両方やったらねいいのにとかって言われたんですけど、なんていうかねもうなんか自分のモチベーションがなんか本当に不思議と変わってしまって、で今なんかすっかりスピリチュアルな人になってしまったっていうね、そういうことがありました。なのでアシュタールのセッション、なんか話がどんどんなんか脱線してる気がするんですけど、アシュタールのセッション秋にもしかしたら沖縄でも開催されるかもしれないので、なんかもし自分ももしかしてなんかアシュタールっていう言葉になんとなくこうねなんかピンとくるものがあったり気になるなっていうのがあったら、ぜひともセッション受けに行っていただきたいなって思います。はい、今もねちょうど全国をね回られてると思いますね、テリーさんね全国回られてるみたいですね。でそんな感じで私はねもうなんかすっかり人生が変わってきましたね。それで何を言いたかったのか分かんなくなったんですけど、このブループリントですね、結局この本から脱線しちゃいました。ブループリントなんか皆さん知りたくないですか。で私は自分は一生お菓子とかシュガークラフトをやっていくものだって思っていたらどうも違ってきた。多分この星の種、ハートに持ってるこの星の種に点火
してもらったからだんだん変わってきたのかもしれないし、自分の人生で何歳ぐらいで自分の道に気づくって設定して生まれてきてたのかなって思うんですよね。でそれからもね、ヒーリングをやってはいたんですけど、途中でね、やっぱり2回ぐらいかな、本当にこれが自分の道なのかなとか迷うことがあったんですよ。これがで2回ぐらい迷ってお休みしてはまた考えみたいな、そういうことがあって、それでまあ去年おととしかなにまた明日あるのね、個人セッションを久しぶり受けた時に、まあ、ブループリントは、まあ、もちろんヒーリングも、今までやってきたヒーリングもそうなんですけど、これからはあの24本 DNA アクティベーションをしていく段階に入りましたよっていうことで言われたんですよね。それでなんかね、私はそれをね、いろんな捉え方あると思うんですけど、私はそれをアスタールのメッセージを信じていて、ですごくそれですっきりしたし、自分もそのね、24本受けた時に、あ、もう本当にすごいセッションだなって思って、これをやれたら本当に素晴らしいなって、なんか自分のここでハートで感じれたので、自分でそうだってやっぱり思うんですよね。でそんな感じで本当に自分の人生のね、目的分かったらね、本当になんかね嬉しいと思うので、なんかぜひこういうねアスタールの本とかも読んでいただけたらと思います。はい、あと私の24本 DNA アクティベーションのセッションもおすすめです。はい、あとはですね、あの日本人で、あのただ一人のアスタールの公式チャネラーさんっていう、宇崎愛さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が書いた本もあります。こういう初めましてアスタールっていう、はい、これも、お金とか人間関係とか仕事とか恋愛、どうしたら欲しいものが手に入るのかっていう、そういういろんな方の、あの一般の方の、あの質問とアスタールの答えという、そういうね、質問と答えの形で書かれています。これもすごい面白いですよ。はい。これもね、一つね、なんか紹介したいところがあったので読んでみます。真のパートナーと出会うにはあなた自身の準備からっていうところがあって、はい。あのいつもね、あのこの方の質問で、いつもなんか自分が納得できる人に、いい人に、いい男性に出会わないっていう、そういう女性の方の質問だったんですよね。はい、それに対してのアスタールの答えなんですけど、あなた自身が自分には欠けた部分がたくさんある、その欠けた部分を埋めてくれる人という思い込みを持った状態では、同じような考えをしている人と出会ってしまうのですっていうことでした。なるほどっていうことでしたね。依存している波動では、同じように依存している波動と共鳴しますので、同じような男性と出会うのですということで、はい、あなたが準備を必要としている部分は、その依存の波動をしっかりした基盤の波動に変換することなのですということでした。はい、なのでまずはやっぱり自分を整えるっていう、なんかね、はい、自分を整えるっていうことが大事なのかなっていうね、そういうことですね。なるほどっていう感じですよね。はい、はい、こういう本もありますし、あとはですね、はい、これも宇崎愛さんの本で、アスタール一二三のりとっていうことで、これもシリーズが3冊ぐらいあるのかな。はい、一二三のりとを、なんだろう、宇宙なんでしょうね、宇宙語訳じゃないか一二三のりとの宇宙訳っていうことになってますね。はい、で一二三のりとってね、一つ一つにね、すごい言霊で唱えるだけでパワーがあるものなんですけど、その一二三のりとに実はいろんなね、隠された宇宙の、これからの
地球のこととか宇宙のことがあるよっていうことで、それを宇崎愛さんがずっと読み解かれて解説説明して書かれているもんです。これも面白いです。おすすめです。はい、はい、そういう感じでアスタールの本を紹介してきました。いろんなね、いろんなね考え方あると思うんですけど、まあね、今本当になんていうか、いろんな私の周りではね本当に意識が高い人が増えていて、みんなで本当にね地球を良くしていこうとか、みんなで豊かになろうとかね、そういう人たちが増えてるんですよね。でまあでもそういう方たちとやっぱりすごく現実の厳しい世界とかに残っている人の差が激しくなってきているような気がするので、なんかまだまだ自分の生活は辛いこと悲しみが多いなとか、そういうふうに思っている人とかあったら、ぜひこういう本を読んで参考にしていただければと思います。はい、ではここで1曲お届けします。先週ゲストに来てくださった春水さんの曲で Beautiful Life。もう一度歌う理由を見つけた Beautiful Life。 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful Life。 感謝を与えないだから歌いたい Beautiful Life's My した。もう決して僕は一人じゃないから、背中を押す仲間の声をもっと強い絆に変えて、生き急ぐ必要はないさ、今この瞬間を見つめていたいだけ。 I'll keep on life。 もう一度歌う理由を見つけた。未来にくれたトレジャー Beautiful Life。 感謝を与えないだから歌いたい Beautiful Life。 言葉にできない口下手な僕だから、いつだって言い訳で武装してリアルな自分を隠し続けた。どんだけ突っ走ったと変わらない。過去の物語、自分を大切にって言葉、僕は分からなかった。目の前の人と向き合う意味も分からなかった。苦しくてもがき続けた、そんな日々超えたからこその今、やっと手放すことができた。きっと僕は生きててよかったんだね。今日も僕は生きる Beautiful Life。 もう一度歌う理由を見つけた Beautiful Life。 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful Life。 感謝を与えないでから歌いたい Beautiful Life。 言葉にできない抱きしめた僕の声 Yeah Beautiful Life。
のセッションを受けた時のお話しようかな。あの2012年に私が初めて個人セッションを受けた時に、そうですね、でその時にやっぱりそう前の旦那さんと別居を してもいいのかとかそういうことを聞きに行ったんですけどね、明日あるの答えはね、あのしていいということでしたね。でまあなんかあなたには他にパートナーがいますよっていうことを言われて、でまあ、沖縄にもねいた方が幸せになれますよっていうようなこととかも言ってくれて、でもうなんか本当にねその時に自分が宇宙から地球に来た時の壮大なストーリーをずっと教えてくれて、もう何かわからないけども本当に号泣しましたね。もうなんて言うんだろう、自分の深いところで魂がやっぱり覚えてたのかなって思って、でその時言われたのは、まあ、私は金星にねいたみたいなんですけど、アシュタールと同じ金星で、で医療部門のところであのヒーラーをしていたっていうことで、そういうことでしたね。なのでその後にねいろんな自分があのヒーリング勉強するときに自分が金星にいた時のビジョンとかもね見ることができて、すごくね面白かったですし、あのアシュタールに金星に連れて行ってもらったりとかもねしたことがあって、はい、すごくその時にあの私に治療してもらって良くなりましたっていう人とかにも再会とかできたんですよね。あのまあこれねちょっとすいません、またぶっ飛んだ話に なっちゃったんですけどね、そういうこともあったりとかして、はい、自分でもビジョンで見えたりして、すごくあの、ね、そういういろんなことがね今の私の成長につながっているのかなと思います。すいません、なんか何言ってるか分かんなくなっちゃった。はい、で最後にね、もう一度告知したいと思います。はい、ビセノリコさんのマンダラ原画展夢の花、6月3日から6月29日までですね、パレット雲瀬9階の料理と酒のお店マリさんで開催されます。6月24日の月曜日は、入門マンダラ講座、初心者向けの講座もあります。こちらの方は受講料8000円ということです。ぜひ皆さんね行かれてみてください。料理と酒の店マリさんって、私あの前にねご飯も食べたことあるんですけど、すごくご飯も美味しかったです。はい、はい、あとですね、私のイベントで6月22日の土曜日と6月30日の日曜日、新都心の沖縄サロネーズハウス、沖サロハウスでやります。ガイドとつながるカードリーディング講座っていうのをやります。はい、こちらはですね基本的にタロットを使ってやる、カードのリーディング法なんですけども、ご自分のガイドとかハイヤーセルフとつながって、そこから、カードを引いてメッセージをもらうという、そういうやり方ですね。私が今あのセッションとかでやってるタロットもこの方法で、リーディングしています。でこの方法はあのよくある一般的なタロットの講座と違いまして、意味を覚えることは一切しないんですよね。でどんな風に、リーディングしていくかっていうのは、まあ、この時講座に参加された方のみにお伝えしたいと思います。はい、で私はですねあの最初ヒーラー養成講座っていうのをねあの受けた時にこのカード講座が組み込まれていて、でこれですごいもう覚醒しました本当に。はい、なのでこれはおすすめです。あと普段ねこういうオラクルカードを使ってる方にもおすすめですね。オラクルの読み方がもっと深まるのでこちらもおすすめです。はい、ではではですね、今日は、新都心のサロンから収録でお送りしていきました。はい、来週はですね博多のサロンから収録でお送りしていこうと思います。はい、では今日も皆さんお聞きいただいてありがとうございました。お相手はミナでした。